ネグローニとは、カンパリ、ベルモット、ドライジンを合わせたカクテルの一種。レシピは、下記のようにいろいろあるが、いずれにしても、カンパリ、ベルモット、ドライジンを合わせたカクテルだと思えばよい。もともとは、フィレンツェのシニセリストランテ、カソーニの常連客、カミーロネグローニ白爵がアペリティフとして愛飲していた、カクテル。同店のバーテンダーである、ホスコスカルセリが、 許可を得て1962年に発表した際、同時に美食家として巧妙であった白爵の名を冠することを許された。一般的には、ドライジン2分の1、カンパリ4分の1、スイートベルモット4分の1を氷を入れたオールド、ファッションドグラスに注ぎステアして出来上がり。発祥の地と言われているイタリアのフィレンツェのレストランでは、同じ材料を糖分量でシェイクしていたらしい。 思考がドライ寄りになった頃、ジンの割合が増えたものと思われる。ジン1、2、カンパリ1、4、ベルモット1、4の割合で作った場合は、ジンベースのカクテルとなる。同じ材料を投量で作った場合はベースを判定するのは困難だが、材料のうちで唯一の蒸留酒がジンなので、ジンベースとすることが多い。ありがとうございます。